株式会社 AI が提供するデモ音声です。写真拡大。第22回チャンピオンズ C G1 12月5日中京ダート 1800m 砂の狩猟ドンとして G1 6勝と無類の強さを見せた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。1年の朝日杯 FS を制したアドマイアドン。これはデモ音声です。ダービー馬アドマイアベガ、父サンデーサイレンスの判定という背景もあり、3歳秋までクラシックで戦ったが、皐月賞7着、ダービー6着、菊花賞4着に敗れた。株式会社 AI によるデモ音声です。菊から15日後という異例のローテーションで迎えた JBC クラシック盛岡について、松田博史元調教師は、ティンバーカントリーの子だから1回ダートに使ってみようとなったと振り返る。株式会社 AI が提供するデモ音声です。見立て通り砂上で躍動し、ぶっちぎりの7馬身差圧勝だった。株式会社 AI によるデモ音声です。父は95年のプリークネス S などダートの本場の米国で G1、3勝。株式会社 AI によるデモ音声です。ドンは、レースでは主に450キロ台と、馬体は大きくなかったが、類まれなパワーを受け継いでいた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。バーミリアンと2頭だけの JBC クラシック3連覇をはじめ、中央でも4年のフェブラリー S を制し、長期政権を築いた。株式会社 AI が提供するデモ音声です。数多くの名馬に携わった松田さん。株式会社 AI によるデモ音声です。芝では G1 6勝のブエナビスタが筆頭格。株式会社 AI が提供するデモ音声です。ダートでも、ドンの他に、G1、5勝のタイムパラドックスを管理した。株式会社 AI によるデモ音声です。芝だ、ダートだと言うけど、大事なのは、持って生まれた天性のもの。株式会社 AI によるデモ音声です。適性というより能力さえあれば、どっちだろうと走るわ。調教師生活33年の経験から出た言葉だった。デモ音声です。16年春に定年引退した平成の名伯楽に育ちのチャンピオンズC挑戦はどう映るか。株式会社 AI が提供するデモ音声です。松田さんはダートに使うのはいいんじゃないかな。これはデモ音声です。立派な馬体をして、どんな競馬もできる。これはデモ音声です。何より大事な能力の高さがある。これはデモ音声です。いいレースができても不思議はないと思うよ、と、砂の女王誕生を期待していた。株式会社 AI によるデモ音声です。うちを、あつつぐ、アドマイアドン、父ティンバーカントリー、母ベガ、父トニービン。株式会社 AI が提供するデモ音声です。立東、松田博史厩舎所属のボバ。これはデモ音声です。北海道早北町、現安平町、ノーザンファームの生産。株式会社 AI が提供するデモ音声です。通算成績は25戦10勝、内地方7戦5勝、海外1戦0勝。株式会社 AI によるデモ音声です。総習得賞金8億6780万8000円、内地方4億6400万円。株式会社 AI が提供するデモ音声です。主な勝ち倉は、朝日杯 FS、G1、1年、JBC クラシック、交流 G1、02から04年、
南部杯交流 G1 エルムエス G3 以上3年フェブラリーエス G1 帝王賞交流 G1 以上4年指揮会社 AI が提供するデモ音声です。場所は近藤